キング、リンチェプリンスヒーローのよう黒歴史ごちで衝撃のエピソードを告白告白。今夜放送、グルナイ、2時間 SP。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今夜5月18日19時放送の、ぐるぐるナインキナイン2時間 SP は、人気企画、誰々 コスプレショーに加えて番組後半はゴチバトルの2本立て。キング、リンチェプリンスヒーローの洋画黒歴史ゴチ登場衝撃のやらかしエピソードを告白告白。ミアの守る腰バカザバナの封印したい過去映像を泣く泣く公開するする。 前回新メンバーの中で初めて1位を取った見取り図星3新太郎はオープニングで食材ちゃんと見なきゃダメよ。いろんなお店食べに行った方がいい。と他のメンバーたちに上から目線でアドバイス。これにはナインティナインの岡村隆史、矢部博之から楽屋で変なもの飲んでてテンションおかしい。疑問符とあしらわれてしまう。 今回のトークテーマは私の黒歴史 SP。封印していた失敗談や今振り返ると恥ずかしい過去を一夜限りのトークで解禁していく。ゲストは3年ぶりにごち登場の平野市要、キング、リンチェプリンス。事務所の先輩増田隆久。ニュースは、僕は平野が一番尊敬している先輩、と自信ありげに語るが、平野のまさかの返しに大ショック 黒歴史トークでは、平野がキング、リンチェのメンバー高橋山の20歳の誕生日をお祝いした際に人生初のとある体験をしたことで気づいたら日テレを裸足で歩いてたたという衝撃のエピソードを告白。また、一人で行動するのが苦手、という悩み相談では、一人であることをしているという増田に、尊敬するところが一つ増えました。と目を見張る。 さらに、芸能人で一番 SDGS かも、生産という驚きの私生活で平野の魅力が全開に。一方、ゴチメンバーたちもやらかし、エピソードを赤裸々に告白。黒歴史はほぼないと最初はカッコつけるマスだ。だが選挙カーが通りかかった際にしてしまった恥ずかしい勘違いを、暴露。 ミアノはライブのマック中にあるポーズをしたところ、なんと衣装がスケスケで客席から悲鳴が、放送事故すれすれの衝撃映像を公開。さらに、小柴が事務所のオーディションで、スケートリンクがないのに無理くりフィギュアを披露する映像を解禁。これには一同、何やってんのとツッコミが、コチバトルの舞台は東京創作イタリアン、テリスダイニング単語。 設定金額は1万8000円と高額。最初のオーダーでは前回のモノマネ SP に引きずられ、全員がモノマネでオーダー。SP メニューをかけたゲームは、アプリから聞こえる声に合わせて表情を変えるゲーム、フェイスフィットネスエモリズムを。そして結果発表では予想外の展開に全員が偶然。果たして今回自腹となってしまうのは誰なのか ぐるぐる992時間 SP は日本テレビ系にて5月18日19時放送。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。